俺に任せて。はい、ジンチャンネルのジンでございます。セブンナイツ1周年おめでとうございます。パチ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 ということで、私なんと3日間何をしていたか今日発表させていただきます。ではスタート。さあ冒険の旅に出よう。はい、ということで私一体何をやっていきましたか。セブンナイツニュースの一つ目にさせていただきます。ですね、実はこちら資料室の方を見ていきましょう。なんとオープニングで PV が流れております。まあ私もジンチャンネル始める時にいつもね ID セブンナイツブログ、セブログみたいなね ID を流しておりましたが、今回1周年ということで新しく作らせていただきました。セブンナイツさんが出している公式の PV を見た後、私の ID もちょっと見てもらうと楽しめるかと思います。ではこちら見てください。どうぞ。はい、では見ていただいたでしょうか。しばらくの間この1周年記念の ID として私オープニング流させていただきますと、その間ね3日間もこの動画作ることに時間をかけてしまったので、まあいろんなねイベントとかねできなかったんですが、志向エース特別ガチャ、確定確率アップガチャイベントというものがありますね。確定の方がですね、なんかね優勝のねルービーじゃないと手に入らないと。まあ、今後も優勝だけのルビーで至高の4体ゲットできる形になってしまうので、これも絶対課金しないとガチャできないと。で私はねちょっとそれができないので、確率アップ、あっちでもなんと普通の無償ルビー1000払えば1体はゲットできるということなので、今日から1ヶ月、多分至高4体やるんでしょうねこのイベント。そうなると毎週ルビー1000が飛んでいくと、まあ貯蓄しといてよかったね。これでもう1ヶ月で4000ルビーは絶対的に使ってしまうという形になりますので、私はこのガチャ確率アップの方で5回、200ルビーが5回なのかな、それで1体確定のようなので、そちらを引いていきたいと思いますと。今日は私の記者会見発表なだけなので、動画はここまでとさせていただきます。お集まりの皆さんありがとうございました。ではもしよろしかったらグッジョブ押してください。チャンネル登録なんかもしてもらえるとありがたいと思っております。今日は短い発表でしたが、まあようやく動画配信できてよかったということになりました。皆様、PV だけのね、私オリジナルのね PV の方だけも動画として載っけておくので、もし PV だけ見たい方はそちらも見てくださいと。ではバイバイ。今度はガチャで会いましょう。